はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのルールスマルドゥナイトを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、最近ランクマにおいてじわじわと増えつつあるデッキですね。自分でもランク戦で回してみたのですが、このように5勝2敗することができました。このデッキの特徴は、ルールスを相棒にしているということで、クリーチャーがすべて2マナ以下で構成されていて、スペルは破壊不能を付与するカードだけというところですね。ルールスを除くとメインに新たに加わったカードは一心同体だけなのですが、このカードがこのデッキにおいてはかなり強くて、2体への優秀なコンバットトリックになったり、クラリオンをたった1マナで2体かわせたりと、前のめりなこのデッキにおいてはかなり欲しかった1枚かなと思います。対コントロールでは死に打ち勝つが効かないデッキのため、一心同体でクラリオンや、空の粉砕さえかわすことができれば、だいぶ有利が取れるようになっていますね。騎士デッキでありますが人間もかなり多いため、サイドには、最強の除去スペルである不吉な戦術も採用することができます。環境がかなり遅くなっているということで、除去耐性があるアグロとしてこのデッキが出てきた感じかなと思います。はい、ということで今回もランク戦で収録していますので、どんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、1マナ息のクリーチャーはありませんが、先手ということで、許容はできるハンドかなと思います。さあ相手はルールスデッキですね。とりあえずは、タップインランドを処理していきたいかなと。さあ相手はラクドスか、もしくはサイクリングデッキか、青白ランド。ということはジェスカイサイクリングですかね。とりあえず、クリーチャーをバラバラと並べていきたいので、立派な騎士からでいいかなと思います。さあショックインから、そっちか。これはジェスカイヒロイックですね。こいつは残しておけないので、哀愁を取っていっていいかなと。このデッキも早いデッキとして、最近ね、海外プロの誰かが紹介していったデッキですね。さあショックインから軍団兵、これは何かしらの、スペルを明らかに構えているのでブロックはできないですね。立派な騎士から、トークンをどんどんと並べていくことができるのでチャンプブロッカーには困らないかなと。さあロードを出して、ここは一旦、一心同体を構えていきたいかなと。オプト、散々殴っていってもいいですが、相手がバットリを構えながら殴ってきた場合3体残しておいた方が、相手のクリーチャーを落としやすいかなと。さあここはスクライランドは、スクライをトップに置いていくからプテラマンダー。はい、さあこれで、4-4 警戒になっていきますね。1マナ構えているので、お、殴ってこないか。相手もかなり慎重ですね。さて、ロードをもう1体出して聖戦士まで行きますかね。基本的に一心同体は常に、構え続けていく形がいいですね。さて、殴るかどうか悩ましいですが、この他殴ったとしても相手のクリーチャーを落とすことができないので、ここは一旦そのままターンを渡す形でいいかなと。次のターンからは、かなりクロックがでかいので殴っていけそうではありますね。さあかなり悩んでいますが、お、さあここで圧倒的洞察、ワンドローはされてはしまいますが、これはクロックがこちらがかなりでかいので割と無視して殴っていけそうではありますね。さあ聖戦士からワンドロー、ここは割と重要ですね。飛行クロック、プテラマンダーが止まる
サイズということで悪くはないですね。とりあえず飛行出して、まあ殴っていってもいいかなと。まあこうなるとダメージレースになっていくので攻めていかないと勝てないですね。さあここはフルパンしていく。13、17点クロックなので、まあ相手はマストブロックですね。ブロックの仕方によっては、一心同体で一気に勝っていける場面ではありますね。まあ、お互いにおそらく除去がないデッキ同士ということで、結構ねこういう盤面は難しいですね。33をブロック、7、10、14、まあこのターンは、最大で15点しか入らないということで、まあロードは守っていく必要がありますね。さあロードを守って、まあ相手もおそらく、クリーチャーを守ってくる形ですね。はい、さあ果敢の一撃で、6-5になって、まあお互いにクリーチャーは死なないと。ただ、打点はかなり入るので残り3点まで削っていくことができますね。まあ、ここはとにかくクリーチャーを並べていきたいので、ルールスはもう出していっていいかなと思います。まあ、相手のデッキにはおそらく、除去は入っていないということで、まあ、だいぶ有利な盤面かなという感じではありますね。プテラマンダーは殴ってくる。いやどうだろうな、まあ、3-4 がいるということで殴ってくる。まあライフゲインプラス、まあ何かしらの強化スペルで一方を取っていきたいという形ですかね。まあ一方取られていい気はしますね。ワンドローされたくない盤面かな。さあ5点ゲインで残り8点まで。ライフゲインがいやいや辛いですが、さあこれで残り7点。一心同体もいいですね。まあここはさらにクリーチャーを出して足りてそうではありますけどね。残り7点、ルールスとプテラマンダーのライフゲインが6点分あって残り13、3体ブロックされて7、11、12、13までありますね。まあなんとか2人いけてそうですかね。そのブロックだと13点分あるので、ぴったり削れますね。まあ、人間じゃないクリーチャーがルールスしかいない盤面ということで、相手がルールスをブロックしてきてた場合は足りてなかった形ですね。まあ、一心同体をケアするのであればルールスをブロックしてくるのが正解ではありますが、さあただまだ悩んでますね。変えてくる可能性は、お、さあこれで決定と。ということで、まあこれが勝ち確ですね。一心同体を両方唱えて、ルールスと人間クリーチャーを強化していくと。これでぴったり13点削って勝利と。 OK。 さあやっていきます。こちら先手、これはまあかなりいいハンドですね。まあ相手がケルーガデッキということで、お、力戦、メイン力戦はかなり珍しいですね。まあ相手はおそらく、ジェスカイファイヤーだとは思いますが、さて、このターンはとりあえず、ソラキシの先兵から出していきたいかなと。まあクロリオンで流されなかった時のバリューが一番でかいクリーチャーですね。
さあ、ただここは一心同体は引かず、結構悩ましいですね。まあ打点は十分にあるということで、ここは4点入れてそのまま GO でもいいかなと。まあ、速攻クリーチャープラスロードもいるということで、お、なるほど、このターンクラリオンを打ってこなかったことを考えると、まあ、持っていない可能性もありますね。まあ、一旦我慢している可能性もありますが、まあ、ロードを1枚出しておいてもいいかなと。まあ、これだけ手札を残していれば、1回のクラリオンでは、まだ負けないかなと。ナーセット。ナーセットだとこれはもう勝ってますね。まあ、動きが悪い相手に対しては、部分で勝っていくことができるのが、まあ、アグロの強みですね。さあ、これで、全てプレイヤーに行って、まあ、十分に打点はありますね。ここで投了と。OK! さあ、やっていきます。こそは先手。まあ、悪くはないハンドですね。基本的には1、2と動いていけるハンドをキープしていきたいかなと。さあ、とりあえず2、1を出して、ターンを渡していく。ロークスワイン城からスタート。まあ、ラクドス系の可能性が結構高いですかね。まあ、相棒がいないのがちょっと気になりますが、まあ、僧侶を出してきたということで、まあ、これは、ラクドスアリストクラッツかなと。まあ、とりあえず殴って、3点クロックを通していくと。まあ、クリーチャーを並べていきたいので、立派な騎士からが良さそうですね。さあ、ここはタップインでターンを渡していくと。さあ、ここは小道をそのまま切って沼を持ってくるからのかまど。なるほど。これはもう、腐敗の陣形を打っても良さそうですね。まあ、腐敗の陣形連打プランが良さそうな気はしますね。さあ、ということで、陣形を打ってから、フルパンしていくと。まあ、相手は僧侶は、失いたくないはずなので、さあ、これで8点入っていく。まあ、次のターンが鍵になりますね。何を出してくるか。おお、小道から悪魔、猫を持たれてた場合は、1,2,3 で3点飛ばすことができるので、3点プラス、サクッて、お、ここは猫はなしと。であれば、四国の騎士を出してから、腐敗の陣形をメインで打っていったら、大体、いけそうですね。まあ、相手はおそらく、インスタントスペルは入っていないと思うので、これでまあ致命的になるはずかなと。まあ、これで12点クロックになるので、おっと、ここで投了と。 OK。 はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、1試合目なんかは特に、このデッキの強いところを見せることができたかなと思います。まあ、2試合目、3試合目に関しても、かなりね、前のめりなこのデッキであれば、少しでも動きが悪い相手には、一瞬で勝っていけるスペックがあるということは、お見せできたかなと思います。
まあ、やはり重たい腐敗の陣形だけではなく、一番の一心同体が新たに加わったことが、割とでかいですね。まあ、さらにルールスもいるということで、全体的に除去耐性がついているので、コントロールデッキからすると割と面倒くさい IT かなという感じですね。はい、ということで、まあ、結構ねランク戦でも勝つことができたので、よかったら皆さんも作って遊んでみてください。はい、ということで今回は以上になります。よかったらねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね。